すぐはカルオのお暇なら映画でも。もうすぐ公開されるこの映画、試写で見たよのコーナー。レジェンド&バタフライバタフライバタフライということで東映創立70周年記念作品ですね、レジェンド&バタフライ。まあ、キムタクがね、信長をやって、岐阜のお祭りで話題になりましたね。めちゃくちゃかっこよかったと、やっぱりキムタク人気陰りなしというかね、そんな感じがあったんですけど、あれの映画ですね、レジェンド&バタフライ試写で見てまいりました。おそらく東映としてはですね、めちゃくちゃ気合が入ってるんじゃないかと、いうふうに思うんですけど、総制作費20億円ですって。すごいですね、20億円かけて記念作品作りましたということで、試写に行くとですね、大体この、まあ、僕マスコミ試写に行くわけですけれども、このマスコミ向けの資料というものをもらうわけですね。普通というか、まあ僕もそんなにものすごい数いってるわけじゃないからわからないですけど、ただ僕が今までもらったマスコミ向け資料っていうのはほとんどというか、まず多分全部そうだったと思うんですけど、コピー用紙です。普通コピー用紙でもらうんですね。もう1枚だけのコピー用紙の時もあれば、もう何十枚も束になっててホッチキスで止まっているみたいな、そういったタイプの資料もあるし、そういう資料としてのこの枚数とか厚みとか内容とか、そういったものは結構バラバラなんですけど、まあ大体ね、コピー用紙なんですよ。ところが今回のこのレジェンド&バタフライ、めちゃくちゃ普通に製本されてます、マスコミ向け資料が。僕これひょっとして実際のパンフなのかなと思ってですね、そこにいる係員の人に、これって実際のパンフですかって聞いたら、いえ、マスコミ向けの資料ですよと、実際のやつはもっと豪華になりますって、いうふうに言っていて、と。すごい、マスコミ向けの資料でこんなに豪華なもん作ってんのみたいなね、そんな感じですよ。もう普通のパンフとしても十分売れるぐらいの資料。すごいですね。だって製本だってお金かかるんですよ。ねえ。普通はコピー用紙ですよ。いやー、気合入ってんなというふうにね、思いました。まあね、普通はそのまあよくあるのがね、マスコミ向けの試写っていうのは試写室っていうところでやるのが主なんですけれども、まあ超大作とかになってくるとね、映画館でやったりするわけですね。今回のこのレジェンド&バタフライも東映の映画館で試写上映をしたということで、行ってまいりましたよ、有楽町のね、東映にね。まあ、この映画めちゃくちゃ長いんですね、168分、2時間48分ですねの映画なんですけれども、僕それ知らないで行って、一番最初ね、このじゃあこれから試写始めますって司会の人が一応いるわけです。で、上映時間は2時間48分となりますんでみたいなこと言われて、うえ、マジかよって、そんな長いの、そんなつもりで来てなかったみたいなね、ちょっと思ったんですけど、大丈夫かな、耐えられっかなとかね、思いながら、まあ、映画始まってみたんですけど、全然問題なかったです。168分、全く飽きずに最後まで見れました。すごく面白かったです。まあこの映画、信長の16歳の時から、まあ、死ぬ時までですね、49歳で死ぬまでを描いた映画なわけですけれども、まあ、16歳から49歳まで全部キムタクが演じているわけですね。で、若い頃の信長と晩年の信長、これがですね、非常にうまく演じられてました。まずね、若い頃の信長がちゃんと若かったですね、これがまず素晴らしいなと思いました。まあさすがに16歳はね、さすがに16歳はちょっと無理あるなっていう感じはあるけど、20代ぐらいには見えるという感じでしたね。で、この20代、まあ違う、16歳のね、少年信長からどんどん晩年のね、最強の信長になっていくっていう、この過程もすごく丁寧に描かれているというか、そういったところもあって、見ていて、おーと、いう感じでね、どんどんキムタクの顔が、あのね、少年の頃の、まあ、あどけないというか、ただただやんちゃな、世間知らずというか、そういった感じの少年だった信長が、どんどんいろんなことを
にね揉まれて、険しい表情になっていく、恐ろしい男になっていくというのがね描かれていて、でこの映画恋愛ものなんですね。濃姫っていうね、まあキムタクじゃなくて信長の正妻がいるわけですけれども、正室がねいるわけですけれども、その信長と濃姫のこの2人の間の恋愛物語なんですよ。でこの恋愛の描き方もすごく良かったですね、言ってみりゃベタな展開っちゃベタな展開ではあったんですけど、そのなんていうかな、少女漫画的というか、まあ、そういう恋愛ものっていうところはまああるんですけれども、でも別にね少女漫画っぽいから話としてなんかあはいはいみたいなねそういう感じには全くならずに、そこはやっぱり信長ですから、もう日本の歴史上の大ヒーローですからね、その信長がいかにして天下統一に励んでいくかとか、濃姫との間にこういうやり取りがまああったんじゃないかっていうお話ですね。実際に濃姫と信長がこういうやり取りがあったとか、そういったことはまあおそらく歴史上実在しているものではないとは思うんですけれども、ただそこはまあファンタジーとして、そういった濃姫の資料っていうのはほとんどないらしいんでね、まあこういったことがあったんじゃないかみたいな感じで、信長と濃姫の恋愛事情というかね、恋愛ともちょっと違うんだよな、もう政略結婚ですから当然この時代なんて、だから出会った瞬間からもう結婚をしているわけですけれども、ただね当然付き合って結婚したわけじゃないんで、そこのやり取りというかね、そういったところがまあ面白くなってくると、そういったね好き同士じゃないのに政略結婚で一緒になっていったこの2人の関係っていうのが、まあ、見どころであり面白いところであるんですけれども、そこからさらにどん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 信長がどんどん狂気に満ちていく、ただのやんちゃな坊主だった信長がどん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 悪魔に魔王になっていく、その過程というのをね結構丁寧に描いているというところが、すごく見ていて面白いなと、よくできてるなというふうに思いました。ただですね、意外なことにこの映画、信長の映画にもかかわらず戦のシーンはほぼないんですね。ここもすごく思い切った作戦じゃないかなというふうに思うし、さらに言うと普通こういう歴史ものって周辺のね各武将だったりそういった人たちのこともこう作品の中に取り入れていくっていうのが普通だと思うんですけど、例えば大河とか見ててもね、いろんなね有名武将がいっぱい出てくるじゃないですか。それがこう日本の歴史ものとしては普通なんですけど、この映画なんとですねほぼほぼ信長と濃姫だけがメインなんですね。もちろんいっぱい出てくるわけですよ、秀吉とか家康とか柴田勝家とか有名どころいっぱい出てくるんですけど、ただそこがね全くメインに絡んでこないというか、その前田利家とかいるんですけど、ただ本当に脇役としているだけなんですよね。ここがね思い切った脚本だしすごく良かったと思うんですよ。あくまでもメインは信長と濃姫、この2人だけなんですね。その他大勢の家臣たちや武将たちっていうのは完全な脇役であって、彼らの活躍っていうのはほぼ一切描かれていません。この潔さっていうのはすごくいいところだったというふうに思います。もうあくまでも信長と濃姫の2人のまあ、恋模様っていう感じでもないんだけど、まあどうやって表現すればいいのかちょっと分かんないですけど、ただ見た人がね、感じてくれればいいかなと思いますけど、そこだけをメインに、この2人の関係だけをメインに取り上げて2時間48分いったっていうのはねすごく良かったと思います。で戦のシーンがほぼない、勝ち負けっていうのはそのなんていうかな、まあ、なんとなく見てりゃこの戦は勝ったんだろうな、この戦は負けたんだろうなっていうのはまあわかるみたいなね、まあ歴史の授業でも習ったしねまあその辺でまあその辺はわかるでしょみたいなね、まあ歴史に詳しくなくてもまあこの戦は勝ったんだろうな負けたんだろうなっていうのは見てりゃわかるんで、その戦のシーンでこのチャンバラとかそういったところで見せるという映画ではないというところがね、すごく良かったと思います。普通戦描きたくなるでしょ、信長の映画なんだからね。でもあえてそこを全カットしたっていうところはねすごく良かったところなんじゃないかなというふうに思いました。
まあどうしたってね、唯一最後のね本能寺の変の、明智光秀との対決というところはまあ当然描かれるわけですけど、そこもねただ描き方としては非常に良かったと思います。明智の裏切りの理由というのも、今回ですね非常に面白かったです。この裏切りの理由すごく面白いというふうに思いましたね。で結構コメディーシーンというか面白シーン、ギャグシーンみたいなのもたくさんあるんですけれども、これも別に、まあ、よくあるはみたいな、寒いんですがみたいなね、雰囲気間違ってるよというギャグシーンじゃなくて、ちゃんと物語とかその場に乗っ取った面白コメディーシーンというふうになっているんで、そこのコメディー要素もですね僕は非常にうまくできていたなというふうに思います。でこのねコメディ要素が最初いっぱいあるわけですね、そこが後々効いてくるんです。この最初のコメディ要素が後々効いてくるっていうところもですね、うまく作ってあるなというふうに思いました。まあ、本能寺の変のラストね、見物ですよ。そこまでねすごく面白くやってきたこのレジェンド&バタフライ、最後オーラス、本能寺の変のオーラスですね、どういったことが起こるのか、ここは見ものですよ皆さん。一体信長はどんなラストを迎えるのか、僕はかなりビビりました。まあそれも含めてね良かったんじゃないかなというふうに思いますね。まあラストちょっと長えなというふうに思った感じはちょっとだけね、ちょっとだけです、思いましたけど、他はまあ大体良かったんで、まあこれから見に行く皆さん大いに期待して見に行って大丈夫だというふうに思います。で僕いつも説明台詞があってそれが嫌だなというのがあったんですけど、この映画に関しては気にならなかったですね。2箇所だけちょっとね説明的な台詞があって、そこだけがすごく僕はああやっちまった、ここまでこんなにうまくいってたのになんでそんなこと言ったんだろうっていうふうにね思っちゃったところが、まあ2箇所、まあ1箇所かな、1箇所2箇所か1箇所あったんですけど、まあ明智がね大きな独り言を言うんですね。明智光秀が大きな声で独り言をね、すごくいいシーンで言うんですけど、このセリフはどう考えてもいらなかったし、そのセリフなくてもみんなわかるんだけどなーっていうのが、これだけがちょっと残念だったなというふうに僕は思ったシーンですけど、まああともう一つね信長のラストのセリフも、これはまああってもいいけどなくてもよかったかなっていう感じが、まああったっちゃあったんですけど、ただそれ以外は全く、気になりませんでした。そういったなんか余計な演出してるなみたいなね、そういったところはねあまり気になるところはまあなかったですね。まあとにかくキムタクの信長がかっこいいし怖いというのと、綾瀬はるかの濃姫がですね、まあこれまたねかっこいいんですね。濃姫っていうのはどういう人物なのかっていうのは全然資料が残ってないんでわからないということなんですけれども、今回のこの濃姫、非常に良かったんじゃないかなと思います。凛としている感じがあって、この綾瀬はるかのセリフの喋り方というか発声の仕方というか、そういったのもですね非常にこのキャラクターと、今回の濃姫というキャラクターと非常に合っていて、あこれは素晴らしいなというふうにね思いましたよ。まあ、東映創立70周年記念作品ということなんですけど、大いに皆さん期待してください。大変面白い映画だったというふうに僕は言えます。ということで、今回はもうすぐ公開されるこの映画試写で見たよのコーナー、東映創立70周年記念作品驚くほどの感動を映画館でということでですね、1月27日金曜日ロードショーレジェンド&バタフライ、これを見てきたよという報告をいたしました。脚本はコンフィデンスマン JP シリーズの古澤さんで、監督は龍馬伝ルローニケンシンシリーズの大友さんということですね。いや素晴らしかったです。かっこよかったしね。まあ安土桃山時代のねあの絢爛豪華な感じというのもちゃんと出ていたし、信長の心の奥底が覗けるというかね、そういった感じの映画になっていますんで、
お楽しみに。ということで、チャンネル登録、いいねボタン、コメント、ツイッターフォロー、皆さんよろしくお願いいたします。サブチャンネルや LINE スタンプもよろしくお願いいたします。ですぐあの裏を知る者たちというメンバーシップやっております。こちらもよろしくお願いいたします。スグワデザインの T シャツ、パーカーもあったりしますんで、そちらももしよかったらよろしくお願いします。ということで、今回はレジェンド&バタフライ、魔王と呼ばれた信長と蝶のように自由を求めた濃姫の激動の生涯を描く感動超大作、運命が動き出す、ということで、このポスターというかね、チラシの声もいいですね。すごく映画を表している写真じゃないかなというふうに思います。感動を超えるかつてないクライマックス、最低最悪の出会いが時代を変えるってね、書いてありますね。少女漫画みたいでしょ本当にね、出会いから何からずっとですね、少女漫画感があるんです。これがですね、実際ベタなんですけど、結局ね、ベタってね、いいよねっていう感じがね、あるんですよねということで、本能寺の変、皆さん楽しみにしてください。どういったことで本能寺の変が起きたのか、そして信長と濃姫はどうやって関係を築いていったのか、この辺非常に見て楽しいと思いますよ。ということで、ご視聴いただきましてありがとうございました。また皆さん次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。